赤コーナー WBA 王者107パウンド4分の3渡辺ジム所属2007年度全日本新人王第35代元日本ライトフライ級チャンピオン、ここまで26勝12 KO 2敗2分け、世界タイトル防衛6度のうち4勝がノックアウト。本日7度目の防衛戦は最強の証明、頂上決戦、念願の王座統一戦、 WBA 世界ライトフライ級チャンピオン田口ボクサーである以上最強になりたい、常に高みを目指す WBA チャンピオン田口亮一。青コーナー IBF 王者107パウンド2分の1フィリピン、ここまで37勝13 KO 2敗、今年5月にあの激闘を八重樫明を戦慄の1ラウンド TKO に沈めて持ち帰ったこのタイトル、本日王座統一をかけた3度目の防衛戦、 IBF 世界ライトフライ級チャンピオン、ミラン・エルメトディコ・メリンド。夢は4団体統一チャンピオン、今日はまさにその踏み台とする試合、 IBF チャンピオンミラン・メリンド、ライトフライ級 48.9kg の2人のチャンピオンがいよいよ顔を合わせます。WBA、IBF 世界ライトフライ級王座統一12回戦です。向かって右側、 WBA チャンピオン田口、そして IBF チャンピオンミラン・メリンド、この階級最強を目指す2人のチャンピオンによる2団体王座統一戦、日本のベルトを手にしてリングを降りるのはどちらか。2017年を締めくくるビッグマッチが始まりました。 WBA、IBF ライトフライ級王座統一戦、青いグローブ、青のトランクスが WBA 日本の田口亮一、そして黒のグローブ、黒のトランクスがIBF のチャンピオン、フィリピンのミラン・メリンドです。共に右のオーソドックススタイル、まず左ジャブ、青いグローブをぶつけていこうという田口、共にジャブを見せています。この試合の解説、2人の元世界チャンピオンです。まずは元 WBA スーパーフェザー級スーパーチャンピオン、この田口チャンピオンのジムの先輩にもあたります内山隆さん、そして3階級制覇チャンピオン、5年前には井岡和人と王座統一戦を戦いました八重樫明さんです。お二方どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずは内山さんに伺います、はい、この WBA のチャンピオン田口亮一、どんなチャンピオンでどんな試合を期待しますか。まあ、田口はすごくボディ打ちがうまいのと、はい、あとスタミナと、打たれ強いっていうのが特徴で、ものすごく気が強い選手なんで、はい、打ち合いになると自分から引かないんですよね、はい、あとスタミナもあるので後半が特に強いので、はい、まあ、そういったところで後半になればなるほど田口にチャンスが出てくるかなっていうのはありますね。そうですね、この田口世界戦は、まあ、ベルトを取った時も含めますと7回戦っていますが、そのうちの4戦 4KO あるんですが、はい、それが全て8ラウンド以降というところで、まさに脅威のスタミナがあります。そうですね。そして一方の左ボディはミラン・メリンドです。このミラン・メリンドについては八重樫さんに伺いましょう、はい、まあ、八重樫さんはこのメリンドと戦って、まあ、敗れているというところなんですけれども、どんなチャンピオンでどんな試合を予想しますか。メリンド非常にバランスのいい選手で、はい、パンチも強いんですけれども、ええ、後半になるとそのプレスに弱いところがあるので、はははは、この試合は中盤後半田口君がプレスをかけていければ、ええ、きっと勝機が出てくると思います。なるほど。ということは、メリンドが後半になりますとプレスに弱い、そして後半に強い田口という、ですから、まあ、序盤どうなるか、そして後半どのように迎えるか、左ボディはメリンドです。で、前半のやり取りが重要になってくると思いますね。はい、さあその前半注目立ち上がりです。この試合のポイント、内山さんはまず何を挙げますか。まあ、自分の田口が自分のボクシングで自分の距離で戦えるかですね、ジャブの差し合いでしっかり勝てるかというところで、はいはい、流れ変わってくるので、
自分の距離、ただ試合前この田口は、まあ、陣営としましては近い距離か遠い距離で戦いたい。左フックメリードです。ちょっとヒヤッとしました。まあ、やっぱりパンチありそうな雰囲気ありますね。はい、今の左フックを見ると八重樫さんちょっとヒヤッと、左アッパー左フックです。メリード左アッパーが非常にうまいんで、はい、これは気をつけたいですね。早くも左フックと左アッパー、そしてさらに左フックを持ってきましたメリードです。左アッパー、田口は顎が上がった、ヒヤリとしました。早くも第1ラウンドが終了しました。第1ラウンド最後のこのメリンドの左アッパー、ちょうど田口の左目のあたり当たっています。ヒヤッとしました1ラウンド。さあチャンピオン同士の一戦、第2ラウンドに入っています。青いグローブが日本の田口、黒のグローブがフィリピンのミラン・メリンド。さて内山さん、第1ラウンドの立ち上がりちょっとヒヤリとする場面もありましたが、ね、田口チャンピオンどのようにご覧になってますか。ちょっとまあ気に入ったところにメリンドが思い切って攻撃来たんで、はい、まあ、予測しなかった感じでもらってましたけど、まあ、あのまた2ラウンドもしっかり落ち着いてるんで、はいはい、ここからまた立ち直すと思います。左ボディ3つ、そして右フックメリンドです。ちょっとこのメリンドのパンチ、この距離感で言いますと八重樫さん、はい、これ今どちらの距離ですか。そうです、まあ、どちらの距離でもあるんですけれども、はい、田口君の方が 手が長いんで、もう少し離れてもいいのかなとは思うんですけれどもね、はい、ただ田口君の方は今プレスかけているので、はい、まあ、それはそれでありですね。そのリーチという話がありましたが、2人の体格を比べてみますと身長では田口チャンピオンの方がおよそ10センチ高く、リーチはおよそ5センチ長いと思います。この両者の体格です。ただこの体格の比較で見ていきますと、まあ、メリンドはバスケットボールじゃないんで関係ないと。そして左ボディはメリンドです。2人の体格の差はご覧のようになっていますが、ただ内山さん、この体格差、田口チャンピオンにとってはどのようにいい点がありますか。まあ、体格身長差というのはそんなに関係ないと思うんで、そこまであのお互い気にしてないと思うんですよね、はいはい、ただその中で今左ボディがありました田口です。まあ、今田口がいいあのジャブで押しながらのいいプレッシャーかけてますね、はい、この序盤でしっかりプレスをかけて、そうですね、まず自分が下がるというよりも田口が自分で前に出ていきたいというふうに話していました、はい、あと相手に得意な攻撃をさせないということが一番のあのポイントですね。赤荻さん、はい、そのあたりチャンピオンの田口サイドですが、やはりもう少し1ラウンドより強くプレスに行っていいということですね。仕切り直しである、少し頭の位置が高いから足を動かして体を振っていこうという指示が出ています。はい、チャンピオンサイドは杉山真也アナウンサーです。1ラウンドより強くプレスに行こうと、左に入りました。接近戦からの左ボディ、この田口の左ボディはまさに内山さん直伝、数々の相手、右ストレート左ボディを返したメリンド、右アッパーを返した田口です。左ボディは内山さん直伝、これで何人もの相手を沈めてきましたこの田口です。その田口、第1ラウンドよりもよりプレスに行っていいという、ただ頭が高いというところで内山さんちょっと気になりますかね。まあそうですね、まあでも田口、まあ打たれ強いんで、はい、そんなにあの軽いパンチじゃそんなダメージを あんまり溜め込まないタイプなので、まあ、多分大丈夫だと思うんですけども、まあ、やっぱりあの相打ちは怖いですね。そうですね、右ストレート左ボディはメリンドです。メリンドアッパーなんかもうまいですからね、はい、確かに第1ラウンドの最後もアッパーがありましたメリンドです。さあ低い近いところから左ボディを田口が見ていきました。かなり打ち合いました。第2ラウンドが終わりました。これまで WBA のベルトを6度防衛しています。これが7度目の防衛戦、果たして自分が強いのかどうか、この試合に勝てば見えてくる、そう話した WBA のチャンピオン田口亮一、第3ラウンドに入りました。さて第1ラウンド第2ラウンドとよりプレスに行こうということで、この第3ラウンドも先に手を出していく青いグローブ田口です。メリンドが少し下がっていく展開です。田口がじりじり前へ出る、そして左ジャブで止めようというメリンドか。さてここまでメリンドについて八重樫さんはこの立ち上がりどのようにご覧になってますか。はい、そうですね、まあ、メリンドの距離でも田口君の距離でもあるので、はい、まあ、どちらとも打ち合える距離だと思うんで、はい、田口君もう少しこうプレスかけていくと多分打ち合いに突入していくんじゃないかなと思いますね。やはり田口がよりプレスをかけていって打ち合いを、これを望むというのがやはり陣営ということでしょうね。そうですね、
まあ、ジャブの手で今だいぶうまくコントロールしてますね。相手がすごく邪魔そうにしてますね。あ、田口の左ジャブですね、はい、そのジャブと左ボディでコントロールしていきたいということですが、メリンドが3つ打ってきました。1つ返した田口です。さて、この試合のレフリーとジャッジを紹介いたします。左ボディ田口めり込ませました。左ボディです。レフリーがアメリカからお越しのマーク・ネルソン、そしてジャッジは3人、アメリカのフランシス・ジャクソン、ニカラグアのグスラボ・ジャークイン、パナマのイグナシオ・ロブレスです。左ジャブ3つ、それ左ボディを持ってきました田口です。左ボディいいですね、やはりこの田口の左ボディ、内山さん直伝ということで、この悶絶左ボディがかなり随所に見られています。そして田口といいますと、まあ、試合によってはスロースターターというふうにも捉われる時があるのですが、内山さん、はい、ここまでの田口の動き、足の動きはいかがですか。だいぶちょっと前まではスロースターターだったんですけど、はい、今は割ともう序盤からしっかり自分のボクシングできるようになっているんで、ええ、まあ、そこら辺は心配ないですし、まあ、1ラウンド目ちょっと硬かったかなと思ったんですけど、はい、まあ、2からは調子よくなってますね。やはり2団体王座統一戦ということもありまして、さすがに第1ラウンドは緊張したということなんでしょうかね。まあ、それもあるかもしれないですね。少し見過ぎたっていうのも、はい、右ストレートはメリンドです。しかもこのミラン・メリンドは、あっ、メリンドは八重樫さんに対して1ラウンドで倒したという、そういったこともちらついているかもしれません。メリンドの目の上がカットなりました。血が流れています。このメリンドを中心に田口が動いていこうというところか。プレスをかけてミストレートが目を捉えました。田口陣営からも大きな拍手。メリンドが出ようというところはしっかりと田口がバックステップで距離を取っています。そしてここはくっつきました。集中という声も陣営から響く中で、距離を詰めてメリンド、しかししっかり下がった田口、左フックをしっかり かわしました田口です。田口の右ストレート、まだ距離を詰めて左ボディ田口です。第3ラウンド残り10秒となりました。しっかりと距離感を掴んでいるようにも感じる田口、左ジャブから距離を測って、最後は様子を見ました田口。第3ラウンドが終わりました。第3ラウンド、田口の右ストレートがメリンドの顔面を捉えた。そしてこの第3ラウンドにメリンドの左目の上がカットとされました。これは偶然のバッティング、偶然の衝突による傷ということです。第4ラウンドに入っています。さあ、ここも先、今度はメリンドが先に手を出してきます。左フックジャブの差し合いとなりました。ここで距離を潰していく田口か。左ジャブはメリンドです。第1ラウンドの終わりには左の強烈なアッパーがありましたメリンド。このあたりメリンドがこのラウンドは先に手を出していこうというところか。右ボディ田口です。打った後にしっかり距離を取ります。左ジャブ田口、ここでまずジャブの差し合いとなりました。左ボディ踏み込んできました。八重樫さん、この踏み込みがまさにメリンドの武器ですね。そうですね、やっぱり距離をすぐに縮めることができるんで、はい、踏み込みは早いですよね。この踏み込み、はい、この距離だとその踏み込みはそんな必要ないので、こうやって距離を縮めていきながら攻撃するのが一番いいですね。やっぱりその分踏み込んだ時に距離をしっかり潰す形が潰すかどうかというところですね。そうですね。赤荻さん、はい、メリンドの目の傷ですけれども、はい、まだこれは心配はないということです、はい、で、メリンドに対して田口の頭に気をつけてもっと早く動きなさいということを言っています。はい、青コーナー IBF チャンピオンメランメリンド、ミランメリンドサイドは向井正尚さんです。距離を詰めて右ストレートメリンドです。目の上の傷は問題ないというところですが、もっと早く動けというところです。やはり内山さん、この早く動けという指示が出るということは、はい、その分しっかり田口が距離を取っているということでしょうか。まあ、そうですね、まあ、多分右ストレート田口、うまく打たれてるんで、はい、まあ、もう少しスピードで勝負しようと思います。まあ、田口のペースが今のところもうちょっとなりかけてるんで、まあ、メリンドはちょっと今攻撃が攻め上げてる感じっていうのも見えますね。そのしっかりとメリンドの攻撃を封じている田口、打った後しっかりくぐっていこうという田口です。このメリンドがうまく自分の距離で戦えていない、それは田口のどういうところが内山さん
まあ、やっぱりあのジャブ出してる距離がすごく田口の距離でやってるんで、まあ、その時には全然デリバリー返し、打てない感じになってますね。はい、ただ今ありましたように田口の左ボディに対してメリンドが右を返していくと、このカウンターのタイミングがうまいというのもメリンドの特徴です。特に田口もこの左ボディに対してしっかりカウンターを狙ってくるので右のガードを意識したいと話しています。距離を詰める田口、大丈夫、残り10秒第4ラウンド、大きく打ってきましたメリンド右フック、しっかりガードしている田口、まあ、パンチは全部今のところガードと見えてますね。はい、メリンドの強打が襲ってきました第4ラウンドでした。序盤からしっかりとメリンドの距離を潰している WBA のチャンピオン日本の田口亮一、第5ラウンドに入りました。また近い距離に入ってきました田口です。右ボディ、左ボディ、左フックとメリンドが打ってきます。しっかりブロックしてますね。右ストレート返します田口、また近い距離に入ってきました。さてこの試合のルールをご紹介いたします。この試合はフリーノックダウン制です。ダウンの回数で KO 決着とはなりません。そしてダウンした選手はゴングに救われません。途中採点の公開はありません。左ボディ3つメリンドです。そしてグローブは日本製の8オンス、青いグローブが田口、そして黒いグローブがメリンドです。このラウンドメリンド自分からガンガン来ますね。はい、この第5ラウンドメリンドが攻めてくるんです。アッパー、そこでメリンドが来るところ田口が右のアッパーで組み止める。赤荻さん、はい、田口陣営ですが守備の指示が2つです、はい、まずウィービング、体をしっかり振っておくこと、はい、そして右手を下げない、つまり右はしっかりガードしようという指示が出ています。攻撃面に関しては左のジャブから相手が来るところ出鼻をくじくようなジャブを出そうという指示です。チャンピオンサイドは杉山真也アナウンサーです。しっかり振ること、右を下げない、八重樫さん、この右を下げないというのはやはりメリンドの左を警戒、はい、ということですね。左やっぱり左フック強いので、はい、しっかりガードしたいですね。そして内山さん、この左ジャブがポイントになってくる。はい、まあ、はい、そうですね、ジャブでだいぶ当たってるうちはメリンドが攻撃できなそうにしてるんで、まあ、あれがより多く当たれば田口のペースどんどんなると思うんですけど、まさにこの左ジャブでコントロールしている田口と、ここでまたメリンドの左目の上にまた頭が当たった、右目でしょうかね、当たったということでしょうか。さてここまでリングサイドでは田中康生さんも見ています。田中選手、ここまでの戦いどのようにご覧になっていますか。そうですね、自分も田口選手のジャブが鍵になると思っています、はい、また遠い距離、近い距離、これをうまく使い分けて2ラウンドまで、いい動きできていたので、それ続けてほしいです。左ボディ田口です。やはりしっかりと距離がポイントになる、その距離をしっかりと田口がコントロールしているという田中さんの見立て。左ボディ2ラウンド、そして左アッパー、これは空を切りました。怖い左アッパーでした。さあ第5ラウンド、近い距離、左ボディ田口と、ここでレフリーが割って入って頭に気をつけろというようなところでしょうか。視線を送りました。左フックはメリンド、しかし距離を潰している田口、田口が左ジャブ、左ジャブでメリンドが入ってくるところを止める、右ストレートでも止めていきます。また距離を詰める、ガードを固めながら左フック、右アッパー突き上げた、これは空振り田口、田口がプレスをかける。第5ラウンドの終盤、ただ右アッパーを返したメリンド、左フック、怖いパンチが田口を襲う、しかしこれをしっかりかわす田口、最後左フックを浴びせて右ストレート、メリンドのパンチ、田口に当たったか大丈夫か。第5ラウンドが終わりました。ただいまの第5ラウンド、青コーナーメリンド選手、ナウラウンド6、 WBA IBF ライトフライ級王座統一戦第6ラウンドに入りました。同じ階級に4人のチャンピオンがいる、だからこそ誰が強いのかはっきりさせたいと話す2人。さて先ほど5ラウンドで メリンドの右目の上が切れました。これも偶然のバッティング、偶然の衝突によるものです。ただこのカットで言いますと、メリンド田口です。メリンドは世界戦で両目を2度少なくとも世界戦で切っています。このあたり少しカットが気になるメリンドです。距離を詰めていく、プレスをかけようというメリンド、しっかりバックステップで田口がかわす、右ストレートの田口です。
さてここまでしっかりと足を使っていく田口、そして左右アッパーはメリンドです。赤巻さん、はい、メリンドサイドですけれども、指示はボディーワークが良くなっているのでジャブをもっと入れていこう、そして田口の印象について聞いてみたんですけれども、パンチはよく確かに出ているけれどもパワーがないねということです。IBF チャンピオンサイドは向井雅夫アナウンサーです。まあ、ボディーワークが良くなっている、そして田口にはパワーがないということですが、左ボディーは田口です。赤荻さん、はい、田口サイドですが、これまで石原トレーナーの指示としてはパンチに力はいらないと、パン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 と軽快に打っていこうという指示だったんですね。ただこのラウンドに関してはもう少しプレスを強めていこう、今は相手に合わせてしまっているから自分でペースを作っていこうという指示を出しています。チャンピオンサイドは杉山真也アナウンサーです。今の両陣営の話を聞いていますと、内山さん、これは、はい、まあ、メリンドのサイドとしては聞いていないけど、これは、まあ、そうですね、ちょっと、まあ、まだ余裕のあるようなコメントはしますけど、まあ、ペース的には多分田口の方が、まあ、僕の見た目は田口が取っているようなペースなので、はい、まあ、田口はこのまま乱さないでいくか、もしくは、まあ、もうちょっと攻撃的に出てボディー効かすかとかすれば、はい、まあ、メリンドもっと出れなくなってきますので、しかも陣営としてはこれ、あ、左ボディー、あえてのまあ、軽い軽快なパンチということで、ここからだというふうな GA の意見もありました。さあここからその田口がその左ボディ火を吹くか、右ストレート、田口メインのが右ボディストレート、しかし下がった田口です。左ボディ田口、やや前のめりになりました。メリンド左ボディを返しました。メリンドです。田口の左ボディ、もう一度左ボディ、左吹く働きは左ボディ田口、強烈な左ボディの連打、田口右ボディを返したメリンドです。ただ接近戦、もう一度田口が左ジャブから右ストレート、左フックを返すメリンドですが届きません。左ジャブも届かないメリンド、田口が距離を支配している。もう一度空振りメリンド、田口のボディーワーク、右ストレート、これは顔面少しかすったか、田口です。距離を支配し始めている、いや支配し続けている田口、ライブラックラウンド終わりました。第6ラウンド接近戦からの田口の左ボディ、何人もの相手をマットに沈めてきました田口。第7ラウンドに入りました。さてここまでの展開、内山さん、先ほど、まあ、田口が取っているという話もありましたが、はい、引き続き、まあ、はい、そうですね、まあ、田口ペースでいってるなと思います。そして八重樫さんはここまでどのように伺っていますか。そうですね、田口君のジャブいい感じに当たってるんで、はい、このペースでもう一段階、もう一つくらいギア上げて攻撃してもいいかなと思いますね。はあ、まだまだギアを上げられるという。そうですね、ね、じゃあ一方また頭が当たったか。一方でこの距離に苦しんでいるメリンドとしましては、八重樫さん、これはどのようにメリンドは戦っていきたいですか。そうですね、さっきからクリンジが多いので、はい、まあ、嫌がってるので左ボディ叩いてクリンチできないようにしたいですよね、田口君は。メリンドの方はやっぱりもう少しこうストレート系のパンチも入れて、はい、今こうワンパターンになってるような感じですかね。ワンパターンですか。はい、赤荻さん、はい、その距離感なんですが、田口の方がよく見えるかもしれないけれども決してそんなことはないと言っています。そしてこちらの方が2ポイント現在リードしているというふうに見ています。つまり IBF のチャンピオンメリンドサイドはまだポイントはリードしていると、そういった感じのようです。その黒いグローブ、 IBF のチャンピオンメリンド、スイッチしました、いやまた戻した、右構えから左構え時折変えていきます。そこで田口は右ストレートを当てていきます。そして青いグローブ、日本の田口、 WBA のチャンピオン、まさにチャンピオンベルトを持った者同士の一戦。右ボディストレートはメリンド、右ノーモーションの右、そして左を返しましたメリンドです。ややちょっと距離が空いたか、この距離を埋めるように互いにジャブ、右田口の右です、右アッパー、田口の右アッパー、メリンドの顎を揺らします。それにしても内山さん、本当に田口のスタミナ、田口は恐ろしいですね、スピード、まだ全然序盤と動きが変わらないですね、本当に。はい、メリンドが右ストレート、メリンドの方がちょっと疲労が来てるかなという感じがしますね。デルボディ
そのメリンドの疲労が来ている感じというのはどのあたりに現れていますか。やっぱりあのガードが落ちてきているのと、はい、あと、まあ、あの集中力切れているのとちょっとしたジャブなんかももらうようになってきているので、はあはあはい、まあ、疲れて集中力ちょっと切れているのかなと思います。ではその集中力が切れたあたり、ここはしっかりイエストレート。田口リアパーも狙っている。接近戦近い距離だ。距離を潰して近い距離で戦いたいと話した田口。第7ラウンド残り10秒です。また接近戦、頭がつく距離、右をカウンター、連打を見せましたのはメリンドです。 IBF チャンピオンの意地を見せるメリンドが攻撃を攻めていたところ、第7ラウンド終わりました。WBA の黒のベルトを持つ田口、そして IBF の赤のベルトを持つメリンド、勝った方が2本のベルトを持ってリングを降りる。しかし負けたらベルトを失うチャンピオン同士の一戦、第8ラウンドに入りました。メリンドがジャブを打っていく。序盤は田口がプレスをかけていく展開、右ストレートはメリンドです。第8ラウンドも同じようにじりじりと田口が距離を詰めていく。それに対してボディで応戦したメリンドです。赤荻さん、はい、青コーナーのメリンドサイドの指示ですけれども、もっと積極的に前に出ろということと、もっとカウンターを狙っていけと言ってますね。カウンター、これメリンドの得意な、まあ、武器の一つですが、ヤヤさん、そのカウンターという意味ではこのメリンド今日は機能してますか、どうでしょうか。そうです、田口君がそこまで踏み込んで打ってこないので、はい、カウンターを取るタイミングがなかなかないですよね。それはやはり内山さん、陣営としてもコラボ狙い通りの攻め方ができているということでしょうか。大きく引いてバランスを戻しました。メリンドです。まあ、確かに田口はなかなか踏み込んで大きいパンチを打てないのでカウンターは取りづらいですよね。逆に言うと田口はしっかりとポイントは取っていると。まあ取ってると思いますよ。さあここで田口が正面に立って左手で右を伸ばしていきます。ちょっとだいぶいい感じでコントロールしてますね。そうですね、メリンドが下がった。ロープを一旦背中につけました。このプレス、ちょっとメリンドの様子ガクンと落ちたような気がします。田口は左を伸ばしていく、誘っているのが右を大きく打ったメリンドです。そして左を出します。内山さん、これはメリンドがスタミナが落ちたでしょうか、それとも誘っているんでしょうか。まあ、ちょっと疲れているような感じはありますけどね。ならばここは田口は攻めるポイントということでしょうか。まあ、そうです、前にちょっと出てもいいですね。ただまあ、カウンターはおそらく狙ってくると思うんで、はい、それだけ頭に入れておけば。まさにカウンターのうまい、タイミングを取るのがうまいメリンド。相手ジャブを何発も何発持ってると、はい、やっぱり次ストレート来るのがタイミングが分かんないと思うんで、カウンター取られにくいと思うんですけど、なおさら田口のジャブがポイントになってきますね。はい、さあ田口が少し前かがみになりながら左、しかし右フックを振ってきましたメリンド。肩のあたりで田口がしっかり守っています。チャンピオン同士の統一戦、左アッパーはメリンド。かなりメリンドが振っていくところ、田口が先にカウンターを当てています。右ストレート田口、田口のカウンターは光る。メリンドの左ジャブは届かない。右ストレート、これもかわしている田口。かなり2ラウンド3ラウンドあたりからもう田口が距離を支配している。右ストレート田口、右ボディはメリンドです。このあたりは気をつけたいところ。左ジャブを打ちながら左に回っていく田口です。メリンドも手を打ちますがなかなか田口に届かない。田口がポーンと打ちながらしっかり距離を取っている。第8ラウンドが終わりました。青いグローブ、日本の WBA チャンピオン田口の右ストレートがメリンドの顔面を捉えています。さあ第9ラウンドに入りました。 WBA IBF ライトフライ級王座統一戦、チャンピオン同士の一戦です。さあ左を打っていましたメリンド。試合は終盤9ラウンド入ってきました。さあ内山さん、この田口の、まあ、いわゆる KO 勝利というのがこの8ラウンド以降後半にあるということで、やや期待してしまうところもあるんですが。そうです、メリンドだいぶちょっと疲れてきたのと、はい、まあ、田口の攻撃がどんどん後半にずれて当たる回数が多くなってきてるんで、まあ、ここからもっともっと圧倒しに行くんじゃないかなと思いますね。その圧倒していく中でやはりポイントになってくるのはやっぱジャブ、まあ、ジャブというよりもやっぱりまあプレッシャーかけることですね、はい、プレスをかけた上で、まあ、コンビネーション、田口の得意な形にしていくか。右ストレート、左ボディはメリンドです。
川木さん、はい、そのあたり田口サイドですが、あと2ラウンドしっかりポイントを取りに行こうと言っています。メリンドは疲れているので、ただ見栄え的にショートで連打でまとめられるとポイントを失う可能性があるので、その場合はしっかりくっついてポイントをしっかり取っていこうという話をしています。チャンピオンサイド、あ、杉山慎也アナウンサーですが、田口の左の頭切れましたね。かなりの血が流れています。この内山さん、この田口の頭の傷というのはこれかなり血が流れていますが、まあ、ここはまあちょっとあれですけど、目に入らない場所なんで、まあ、そんなには問題ないと思います。そこで心配しなくても、はい、ただがむしゃらにこのメリンドが出てくるところ、もう強引に距離を潰してくるような印象もあります。メリンドです。ただ田口陣営としましては、あと2ラウンドしっかりとポイントを取りたい、しっかりと相手のショートの連打があったらくっついていけというところが指示出ています。ということで、やはり内山さん、この辺りはまあポイントを取って後半勝負というのはまさに陣営の狙いですね。あの田口の方ですか、はい、まあ、ポイントは取ってると思うんで、はい、まあ、あとはここからいかにどう KO に結びつけていくか、はい、まあ、もしくはまあ相手が落ちない、相手もまだ威力も残ってますから、まあ、無駄なパンチをもらわないように気をつけていくわけです。一発にも警戒しながら、そして八重樫さんがおっしゃ、右ストレートを大きなった形、岡村氏前に出てきました。メリンドです。メリンドは後半になるとプレスに弱いというそういった話もありました。はい、そうですね、少し気持ちも弱ってると思うんで、はい、向こうが今勝負かけているので、ここ押されずに押し返していきたいですね。ただちょっと左の田口の頭からの血がおびただしい、ちょっと気になりますが、第9ラウンドは残り10秒となります。胸を合わせたところ、レフリーがその頭の傷のあたりをちらっと見ていた。思いっきり距離を詰めてきてパンチを打ちました。メリンドです。ただ田口も冷静に右を返していく、そして右ボディを田口が放ったところで第9ラウンド終了です。お知らせいたします。ただいまの第9ラウンド WBA IBF ライトフライ級王座統一戦、 WBA のチャンピオンの田口、そして IBF のチャンピオンメリンド、まさにチャンピオン同士意地のぶつかり合い。あ、この第9ラウンド頭と頭がぶつかってしまい、田口の左の頭のあたりが切れました。今必死に止血をしているところです。先ついていく、気持ちよく、内山さん、この田口の傷今しっかりと止めています。まあ、目には影響ないということですが、はい、今後この傷どうでしょうか、広がりそう。いや、まあどうですかね、ここはまあパンチもそんなにもらわない部分なので、はい、まあ、当たらなければ大丈夫だと思いますね。はい、ただプレスを強めていく分当たらないように気をつけたいところですね。さあ第10ラウンドに入りました。王座統一戦、チャンピオン同士の一戦は残り3ラウンド9分です。後半に強い、まさに無尽蔵のスタミナ、田口良一、青いグローブ、 WBA のチャンピオンです。これが7度目の防衛戦となります。そしてメリンの右ストレート、空振りです。 IBF のチャンピオン、左ボディ左フック、上下に打って潜り込んでいこうというところですが、うまく距離取った右ストレート、パンチ、左ボディナイスという声も聞けました。内山さん、はい、接近戦でメリンドもちょっと顔をしかめながら左ボディをお見舞いしていきました。田口やっぱ気が強いんで、相手が来ると効かなくなるんですよね、逆に。はい、やはり負けず嫌いのところがそういったところに表れていますか。さあ田口左ボディ、接近戦を挑みます。プレスを強めていきます。田口右ボディ左ボディを返したメリンド、しかし田口も返す。接近戦から右ストレート、田口左ボディガブガブ打っていく。チャンピオンのプライドのぶつかり合い、ここはクリンチに行きます。赤荻さん、はい、田口の頭の怪我ですが、左の頭の付近から血が出ています。ただドクターチェックは入りませんでした。ははそして指示なんですが、待っていると捉えられるぞ、自分からリードワンツーパンチを打たないと統一王者になれないぞと言っておびたしています。自分から行けという、まさに田口チャンピオンのケツを叩いた陣営です。赤荻さん、はい、メリンドサイドはですね、これは引き目ではなくて絶対に2ラウンド分はポイントを取っていると、はい、そしてあと残り3ラウンド死に物狂いでやれという指示です。まさに両者死に物狂い、ベルトをかけた戦い、勝った方が何を言うと、左ボディー田口さん、右ボディーアップを、お前左ボディー田口、やや前かがみになっているメリンド、負け方、負
けたらベルトを失う、勝てば2本のベルトが手に入る、この階級の最強を決める試合。左森田口頭をつけていく、接近戦、メリの右アップを返す左森田口、ここからは強いですよ、まさにここからが勝負。左ボディエビリンド、やや低め、田口の左ボディ、内山さん直伝左ボディ、左ボディの連打があります。田口です、この左ボディ右フック、左ボディから対角線上に右フック、顔面に持っていきました田口。この辺りのコンビネーションも田口が見せます。大田区総合体育館、田口コールが響いています。このお客さんの声援を後押しに背中に受けまして、田口日本のベルトを手にしてリングを左ボディ、田口右ストレート、田口先ほどから田口のパンチがメリンドを捉えている、右ストレート顔面捉えた田口、右アッパー、田口のパンチ、メリンドが苦しくなってきたか。第10ラウンドも終わりました。左拳を突き上げました、田口チャンピオン。さあ残りはこの統一戦2ラウンドとなりました。この第10ラウンドも田口のパンチが面白いように当たってきた、まさにスタミナをここでも使い果たそう、いやいやまだあるぞという、そこが知れない田口の意地、そしてスタミナが垣間見えました。この試合の解説はこの田口チャンピオンのジムの先輩、元 WBA スーパーフェザー級スーパーチャンピオンの内山隆さん、そして3階級制覇チャンピオン、そして5年前には井岡和人と団体統一戦を戦いました八重樫明さんの解説でお送りしております。さあ残り内山さん2ラウンドになりました、はい、この後の展開、はい、ここからもう田口のしつこい攻撃で、まあ、ボディからまガンガン打って、まあ、相手が参ったするか、まあ、もしくは倒すんじゃないかなっていう風にちょっと展開が見えてきましたね、さあただすぐに参ったは言いたくないのがチャンピオンの意地がありますメリンドです。八重樫さん、メリンド、はい、この後の動きどのように予想しますか。いやもうだいぶ落ちているので、はい、一発だけ気をつけて田口君が丁寧に攻撃していけば KO もしくは TKO になりそうですね。これ左打つ田口です。メリンドとしては一発狙いというところは八重樫さんありそうですか。まあ、基本的にはカウンターを狙っていると思うんですけれども、はい、まあ、こういう展開の中でカウンター取るのは結構難しいので、はい、あと体力の消耗も激しいので、はい、まあ、大丈夫と思います。まさに体力の消耗が激しいメリンドとどこまでスタミナがあるのかわからない WBA のチャンピオン田口、ただ一発は警戒したいところ。メリンドが左を見舞っていく、先に左を出したのは田口です。田口のサイド、はい、メリンドサイドはですね、はい、まだあと2ラウンド分のスタミナ残っていると、あと6分だから大丈夫だからというふうに声を枯らしています。声を枯らして応援を送るメリンド、フィリピンから、はい、田口サイドですが、渡辺会長自らこのラウンドで決めてこいとゴーサインが出ています。このラウンドで決めろという渡辺会長、ただここでまた頭が当たったか、メリンドの左目の上がまた切れたか、レフリーがその傷をちょっと見ていきますが、試合再開、頭に気をつけろという注意が2人に与えられました。試合再開第11ラウンドです。残り2ラウンド、渡辺会長はここで決めろというところ。さあ決めろと言われて決めるのが男、田口良一、WBA のチャンピオン田口。ただフィリピンからやってきました IBF のミラン・メリンドも、ただ負けに来たわけじゃありません。4団体制覇を目的にしていて、この試合は組み台だと話していた。こんなところで負けるわけにはいかない、意地でしがみついていきますメリンドです。田口キャルック私階級です。一旦離れてはまた近づきます。ここはやはり大きく息を吐きましたメリンド。右アッパー離れ際田口です。さあここで渡辺会長からは決めていけということがありましたが、内山さん、はい、まあ決めれるというふうに見えたんでしょうね、はい、はい、ちょっとまあメリンドだいぶもうダメージより疲れの方がだいぶ来てるかなっていうの、足がもう、はい、バタバタしてるというか、はい、力が入ってないですね。ここでレフィーが頭に気をつけろというところで、メリンドの左目の上かなりおもてなしい流血です。また2人の距離が近づく。ここで決められるか田口、こらえるかメリンド。チャンピオン同士の一戦、第11ラウンドは残り20秒です。メリンドが頭から突っ込んでくる、右からいなしていった田口、左ボディー
田口、強烈な左ボディ、左フック、そして右につけて左フック、田口だ、田口のパンチが止まらない、メリンドが交代、左フック田口、メリンドもいや前に出ていく、残り10秒、左フック右ストレート、田口意地をぶつける田口、いやメリンドも下がらない、メリンドも前に出る、意地と意地のぶつかり合い、第11ラウンド終わりました。残りは1ラウンド3分です。田口もかなり振っていきました。この赤コーナーに座って大きく口で呼吸をしています。この第11ラウンドの右アッパーを見せた田口、接近戦でとにかく手を出す手を出す田口です。メリンドよりも多くの手を出していく田口、この階級の最強となりたい、最強と評価されたいと話す田口、自分には強さにムラがある、しかしやっぱり田口は強いねというふうに評価されたい、この試合チャンピオンを倒せば強いというのが見えてくるのではないか、そういう意味でもこの試合は負けられない、そう話します田口です。何より2017年日本のボクシング1年の大トリ大晦日決戦、さあチャンピオン同士の一戦、WBA IBF ライトフライ級王座統一戦最終ラウンドになりました。青いグローブが日本の WBA チャンピオン田口亮一、そして黒いグローブ IBF のチャンピオンフィリピンのミラン・メリンド、このラウンドの3分戦うのか左フック、それとも KO 決着になるのか、勝った方は日本のベルト、負けた方はベルトを失う、田口の左、田口がまた先にプレスをかけていく、田口の左右ストレート、メリンドを前に出る、まだまだ足が動きます田口、その距離が大事という陣営からの声も飛んでいます、田口陣営、ここはクリンチに行きましたメリンドです。最終ラウンド主力の限りメリンドを見せました、メリンド左フック顔面だ、さあ最終ラウンド内山さん、田口にどんな展開を求めますか、最終ラウンドです、もうここはお互いき、あはい右こう右アッパー田口だ、いやいや足に力がなくなったかメリンド、力にも田口右ストレート、このラウンドに決めるか右アッパー田口、ただメリンドのしがみついていく、突き放し右ストレート田口が攻める、右ストレート上がったメリンド、右打ちの田口右を返したメリンド、メリンドの左アッパーだ、ここはしがみつきましたメリンド、意地でも倒れないというような表情、まあ、これタイムです、レフェリーがニュートラルコーナーに田口、そしてメリンドの傷を今ドクターがチェックしています、メリンドの右目の上のカット、これを今ドクターがチェックしていますが、最終ラウンドを迎えています、 WBA IBF 世界ライトフライ級王座統一戦、タイムインタイムイン、さあ試合再開です、田口は KO 決着になるのか、それともメリンドの逆転 KO があるのか、右ストレート田口、田口が攻める、大きく右ストレート田口、顔面を捉えている、右を返したメリンド、ただ田口も前に出る、田口はまだスタミナ残ってますね、だいぶまだ残っている田口、はい、メリンドいっぱいいっぱいですよ、いっぱいいっぱいのメリンドに対して田口は右ストレート、右を返したメリンドです、まさに手に汗握る八重樫さん、まさにチャンピオンの意地のぶつかりですね、いやそうですね、お互い、ね、気持ちありますね、はい、気持ちのぶつかり合い、左フック田口、もうがむしゃらに田口も振っていく、残りおよそ30秒、右フック田口、左アッパー、判定決着なるか、KO 決着なるのか、残り30秒切っている、田口も左フック右を振っていった、メリンドももたれかかっていく、ただ試合は最後の最後までわからない、残り10秒で表彰が上がった、 WBA IBF 世界ライトフライ級王座統一戦、チャンピオン同士の一戦、意地と意地のぶつかり合い、手を出し続けた両者、カップコールは田口亮一、試合終了、勝敗は判定によって決まります、12ラウンド戦い抜いた両者、チャンピオンの意地を最後まで見せた両者、
判定がどうなるか。ただ試合が終わった後の両者の表情、田口は両手を突き上げた、ネリンヌはぐったりとした表情で青コーナーに戻っていった。最終ラウンド、この田口の左フック、そして右ストレート、この田口の強烈なパンチ、メリンドの顔面を捉えて、何度もこれでもかという田口がパンチを見舞っていったんですが、メリンドも立ち続けました。内山さん、やはりもう意地ですね、これ両者、まあ、最後お互い本当に全力を出し切ったって感じですね。はい、さすがの田口もこれはスタミナをね、疲れたと思いますよ。まあ、それだけもう腕を振り続けて倒したいという両者の思い、倒れるかという思いが詰まっていました。八重樫さん、はい、この両者の気持ちのぶつかり合いは最後どのようにご覧になりました？やっぱりね、どちらも勝ちたい気持ち、ね、見せてくれたんで、すごいいい試合でしたね。でもメリンドは傷だいぶ深そうですね。そうですね、これまでの試合でもメリンドはバッティング、その偶然の衝突並びに有効打による傷というのが両目に負っている展開がありました。その古傷かどうかは分かりませんが、ただこの傷、そしてこの鼻に関しては強い相手と真っ向勝負戦ってきた証だと胸を張っていたこのメリンドです。共にチャンピオン、共にチャンピオンだからこそ分かるお互いの意地、そのぶつかり合いでした。まさに4階級を狙うこの八重樫さんにとってもこの身が震えると言いますか。いや、本当刺激もらえますね。2017頂上決戦、さあ判定の結果を聞きましょう。 WBA IBF 世界ライトフライ級王座統一戦、採点の結果をお知らせいたします。ジャッジ、グスラボ・ジャクイン、116-112、116-112。ジャッジ、イグナシオ・ロブレス、同じくフランシス・ジャクソン、117-111、117-111。以上、3-0の採点をもちまして、ウィナー by unanimous decision。WBA and IBF Light Heavyweight Unification Champion of the World Up Left Corner 田口、田口亮一やりました。2団体統一チャンピオン、そして7度目の防衛を果たしました。 WBA と IBF 日本のベルトを手にしたのは日本の田口亮一。3-0の判定を持ちまして田口が勝ちました。この大晦日2017年、日本のボクシング、その大トリを務めた田口が見事な勝利を飾りました。いや、内山さん、はい、田口がやりました。やりましたね、まあ、TKO 行くかなと思ったんですけど、はい、相手もまあ想像にタフだったんで、まあ、でも素晴らしい統一したってことで、こういう内容ですから立派な内容でしたね、はい。この田口の勝因、これは何につきますか。まあ、やはり自分からスタミナがあるのと、自分から攻撃していったということで、相手がやっぱり後半にかけて弱くなっていったという部分があったんで、はい、まあ、常に田口のペースでやってたという部分ですね。さあ、ではその田口の声聞きましょう。見事統一王者に掲げました田口亮一選手です。おめでとうございます。日本のベルトの重みはいかがですか。いや、もう最高に嬉しいです。本当に苦しかったですけど、本当勝ててよかったです、はい。念願の統一戦、大晦日のメインイベント、戦っていかがでしたでしょうか。そうですね、自分がこういう舞台で戦えるっていうのは本当に不思議な感覚だったんですけど、今こうして2つのベルトを巻いて、ちょっと、感慨深いですね、はい。2018年が間もなくやってこようとしています。2017年のボクシングイベントのトリを務めました。2018年どんな1年にしていきましょうか。目標、そしてメッセージをお願いします。そうですね、自分の、夢が始めた時の夢が世界チャンピオンで、そこで世界チャンピオンになって新たな夢っていうのが、まあ、5回目ぐらいからですけど7回防衛するっていうことと、あと統一チャンピオンになるっていうことでした。まあ、今その夢が念願かなって本当に嬉しく思います。今まで本当にこのボクシングに
ボクシングずっと続けてきて本当に良かったと思います。来年も本当に厳しい年になると思うんですけど、毎回厳しい年なんですけど、まあ、また精進して先輩の内山さん の意思を引き継いで渡辺ジムを引っ張っていきたいと思います。はい、夢を叶え続けていきます。統一王者田口選手でした。おめでとうございます。ありがとうございました。2017年夢を叶えた田口陽一、そして強さ、強いと言われたいと話していた田口が強さを証明しました。2団体統一チャンピオンとなった田口陽一です。